こんにちは。今日はね、富士宮焼きそばを作ってみました。まあ、全国のね、ご当地グルメをね、ちょっとずつ作っていってみようかなと思って、まずは地元の富士宮焼きそばから行ってみました。地元って言ってもね、富士宮に住んでるわけじゃないんでね、そんなには食べられないんですけど。それじゃあいただきます。僕がね、去年富士宮焼きそば食べた時はね、削り粉がめちゃくちゃ乗ってたんでね、僕もいっぱい乗せました。でね、やっぱこの麺ですよね、特徴はね。いただきます。うまっ。でね、やっぱ肉かすですよね。肉かすも特徴なんですけど、これね、一応スーパー行ったら売ってたんで、静岡っていう地元のアドバンテージでね、富士宮焼きそばの材料を全部ね、スーパーで揃いましたね。うまっ。マルモ食品さんっていうところがね、富士宮焼きそばのね、材料結構扱ってますね。興味ある方はね、そこから材料を仕入れてみてもね、いいかもしれないですね。あ、これうまいですね。とりあえずご当地グルメで富士宮焼きそばから始めたわけなんですけど、自分が美味しそうだなと思って、作れそうだなって思うやつからね、まあちょっとずつね、やっていこうかなって思ってます。これもすごい簡単でしたね。普通の焼きそば作るのと一緒ですから、ほとんど。キャベツね、千切りにして、レシピでも入れてたんでね、ちょっと千切りにして入れたんですけど、食べやすくていいっすね。ちょっとシャキシャキ感はなくなるかもしれないけど、その代わり食べやすい。味付けはね、まあ専用のソースとかも売ってるんですけど、僕はウスターソースとお好みソースと、あとちょっとケチャップ入れて、あと和風だし入れてますね。ちょうどいいですね。で、このね、太めの麺ね、歯応えもあってすごく美味しいですね。これね、普通の焼きそばでもね、この肉かす入れるのありっすよ。なんと味わいが増すっていうかね。今日も美味しかったっすね。ごちそうさまです。